天皇皇后両陛下の長女、愛子様は23日午後、初めて春の園遊会に参加し、俳優の北王子金也さんら参加者と談笑された。画像、笑顔で園遊会デビューの愛子様、仕事頑張ります。会話も北王子さんは、15年前に映画、8約束の犬、で俳優リチャード・ギアの吹き替えをした際に、試写会で両陛下と愛子様に会ったことがあり、 愛子様に覚えていらっしゃいますかと聞いたところ、当然覚えています。とっても良い映画でした、と話されたという。愛子様については、時々ニュースで学校に行っておられるニュースも見るし、その成長の姿を遠くからは見ていました。けれどやっぱり今日は本当に、熱というのか、輝きを感じました。本当におめでとうと言いたいですね。 卒業もそうですが、就職もなさった。だからとっても今日は嬉しいです、と感激の面持ちだった。また、4月に愛子様が就職した日本赤十字社について、皇后様が新しく働く場所で、いろいろ素晴らしい方と出会って、大変喜んでいた、と話されたとのエピソードを明らかにした。そのことを愛子様に伝えた際には、そうなんです。 そういうスタッフの方々と一緒にこれから頑張っていきたい、と抱負を述べられたという。北王子さんはいろいろ勉強されて、新しいこれから世界に向かっていく時期にこの園遊会でお会いできたというのは、本当に僕も幸せです、と振り返った。